au などの携帯サービスで起きていた大規模な通信障害は午後4時時点で全国的にほぼ回復したと発表がありました。ただ今日も午前中を中心に通話のしづらい状態が続き、県内の施設にも影響がありました。河津町の爬虫類専門動物園イズーです。園長にかけています。まだできないですね。電波立ってるんですけどね。ちょっと待って、ちょっと遠いな。あ、着信がでも入りました、ね、逆に。動物園の園内には au のアンテナがあり、会社の携帯電話はすべて au。 職員個人もおよそ半数が au ユーザーのため、今回の通信障害で大きな影響を受けました。ワニの水槽を回している水中ポンプなんですけど、昨日これが故障してしまいまして、急遽携帯電話使って電気屋さんに連絡するんですけど、なかなかそれが機能できなくてですね、ちょっと仕事の面でちょっと支障をきたしたというか、困った面はありますね。ワニと一緒に展示している魚に酸素が供給できなくなり、生き物の生死に関わる問題にもなりました。一方、昨日庁舎内でぼや騒ぎがあった静岡市役所でも、au ユーザーの職員に連絡が取れない事態が起きました。 KDDI は今日午後4時時点で音声通話やデータ通信について全国的にほぼ回復したと発表しました。